はい、皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。前回ですね、ダイヤモンドを発見してこのダイヤの伝説の剣、作りましたけど、その後、後ろに見えるタイデンクリーパーですね、こちらを発見というか雷落ちる瞬間を見ました。このタイデンクリーパー大切に使って実験やっていきたいと思います。これから地下の、実験場を作って大爆発起こしてみたいと思います。じゃあちょっとパパ先行ってるね。車輪を使おうか。下降りてくるときにガラス持ってきてほしいな。何が？うん、今はまだ。今これ上まで掘るから、この横を全部掘ってほしい。今ね、砂利積んで上まで行ってる。この辺は大幅カットだからな。あった？あった？でもまあ、なかなか地上は遠いな。でも幸いまだ水も出ないし、マグマも出ない。これ結構っていうかそこそこ上来たけど。あった。結構上来たんだよ。でもめちゃくちゃ森のど真ん中だね。うん、そうだと思う。こんにちは。もう出たの？あ、もうちょっとだったんだ。いいよ。そんな一列ずつ掘っていくの？うん、横に8列ぐらい掘っていいよ。おっ、もうすぐ夜。大変でしょ？こんな林の中でクリーパーとかゾンビ集めるの。
乗った。鳥とセット。これどっちに開くんだ。こっちに開くから。ルナちょっとどいて。そうだっけ。レバールナ持ってる。OK。じゃあ、ちょっと下見てこようかな。まずバケツの水開ける前にゾンビが溜まったのを見えるようにこっち側をガラス何個か貼ってほしい。回転クリーパー1マスに落とすのって難しいかな。ちょっと待って。隙間空いちゃうんだ。いいかな。ちょっと待って。ここでしょ。ここに貯めたいから。ここでいいかな。はい、じゃあいいよ。ここもかな。こうやってたらゾンビって通らないっけ。ちょっとルナここ通れるかやってみて。ルナが頭使えてる。普通に通れない。 OK。 よし、じゃあこうガラス張って、で一番奥から水流してほしい。 OK、 計算通りです。でルナここもガラスにして、でここをどうしようかな。あ、なんかルナいっぱいある。全部満パン？やった。え、何やったって。ルナを見てね。え、お、何それ。え、ダイヤ入ってたの？え、すごい。そんなことある？え、新しい？結構。すごい。じゃあ、タイデンクリーパーの移動だな。
それはご飯食べてからにしようか。バイオームっていうのかな、一応エンドシティも。あとその横に、ダメだ、落ちなかった、落ちなかった。はいはい、はいはい、はいはい、ゴールが目の、あー早い、その馬早い、どうだ、早くお家帰ってその馬にパパの名前つけよう。